こんにちは。こんにちは。こんにちは。おはようございます。なんだよもう。せっかく起きたのに。二人ともおはようございます。どうもおはようございます。はい。ちょっと二人ともちょっと一回スマホ出してください、ママの前に。出しませんよ私は。この子みたいにね、すんなりね。じゃあ撮ります。これですね、おさきちゃんのスマホ。で、じゃんかして。はい。こちら二人の携帯を本日は入れ替えたいと思います。やだ。やだ。マジでやだ。やめて。ゆうちゃん絶対タスラする。ゆうちゃんの携帯マジある意味ないし、ゲームしかない。今日ダメだわ。今日出かけるんだけど今から。いやそれで。いや無理でしょ。どうやって連絡取んの？誰と？病院の人。病院の人？もう入れときゃいいよ。電話番号ね。は？めちゃめちゃめんどくさいことしてくるじゃん。うん。やだ。一回貸して。危ない。一回貸して。引っ張らないでよ。やりたくないものとかがあるからするわけしとこっと。7歳にさっきの携帯あげられない。 SNS とか開くのやめてない。今日は好きにやりたい放題だから。SNS とか広くてやめたり、 TikTok、インスタとか気にしない。ということでね、7歳の妹と16歳のお姉ちゃんがスマホを交換したらどんな一日になるのか密着していきたいと思います。まるでつまんなそう。ユウの携帯とかゲームしか入ってない。ちょっとおさきちゃん今から出かけなきゃいけないので、そうやばいね。まあどんだけ不便か、まあ、結構いいじゃんってなるのかね。ねねの携帯でどんなことをねしたいのか見ていきたいと思いますよ。では解散。ねねの携帯さ、ゲーム入ってないんだけど、どうする？せっかくねねの携帯を手にしたわけですけれども、全然ないじゃんゲーム。ないんだけど。何する？顔認証。顔認証。面白い TikTok。 うん面白い。これ勝手にさ、いいねしようかな。だっていいねしたいと思ったらいいねするもんね。うんうんうん。これもしよう。うわ怒られるじゃん、そんなのしたら。怒られちゃうぞ。これもしよう。ちょっとさ、 TikTok 撮りたくなっちゃった。レネの携帯撮っていい？筋肉くんの音源で撮る の？ あのママ持っててあげようか。じゃあいきますよ。できたよ。OK?OK。 いや、シャツめちゃめちゃ見えてる、ボロボロの。やだ、このやつ。ボロボロのシャツ見えてるじゃん。やめてよ、ちぎれてるやつ。どうしてやる？違うんですよ。うん。まだ筋肉取ってるね。筋肉大好きなの。洋服変えようかな。TikToker だもんね。うん。洋服変えてきます。はい。いいですね、ピンクの。はい。どれ取るんだっけ？これだけ。あ、簡単、簡単で、待って、ちょっと一回やってみます。うん、できた。OK。はい、取ります。どうですか？できた。OK。投稿したい。いいよね、別に交換するんだから。いきます。やりました。本当に、うん、見して。あ交換されちゃってる。これびっくりするんじゃない、帰ってきて、ね、いいねしていい。寂しいもんね、パートゼロは。よし、やばいぞ、うん、TikTok 乗っ取られてるぞ。ねねだけずるくない？加工アプリいっぱいあるんだけど。撮っちゃえば。じゃあ写真撮ります。何に使うの、そんな写真撮って。ねねの壁紙に使う。勝手に今中継変えられる。うん、どれにしようかな。可愛いのにしたいんでね。じゃあ撮ります。よし、できたできたできた。星の子にします。可愛いの。
携帯開いてないんですよ。こんなに私珍しいですよ。もう何するにもスマホ触ってる私が何にも触ってませんからね。私まずちょっと何があるか見ていきたいと思うんですけど、いやマジで鬼のゲームやばくない？この一面ゲーム見て、ゲームしかない。どうしよう、広告で流れてくるゲームばっか。ちょっとやってみたかったやつあるからやってみよう。これやります。名前おさくゆうって何？これこれ見たことある。めちゃめちゃ面白いかも、これ実は。はい、勝手にやったら怒られるかも。めちゃめちゃ簡単なゲームです、これ。すごい簡単だな、これ。 TikTok もないからさ、ママにこの間怒られて消されてたマジでかわいそう。 TikTok もないの、この子。この間めっちゃ怒られてね、消されてたわ。そういえば今頃絶対見てんだろうな。え、ちょっとどうしようかな。マジ撮りしとくか。マジでゲームだけしか入ってないので、ちょっと抜け打ちカメラロールチェックしてると思う。あ、すごい自分で編集してます、この子。ですね。今待って、皆さんこんにちは、ユミリンです。今回はですねちゃんとインショットで編集してるし、大阪にいます。なんていうかというとですね、あのイベントって、すごいちゃんと文字打ってますね。あのミニマジで無理マジで無理や。なんかすごい、なんか気になるところがあったちょっと待って、びっくり、編集技術、待って、ぐるぐる回ってるのか。めちゃめちゃ言っちゃう。ちょっと画面収録入れてる。すごい。編集部分すごい。ちょっと別バージョン BGM つけてる。ねえだ。流出を今日しかもしてよ。そのモザイクの仕方やめてよ。やばい、もうつきますね。じゃあちょっとこの後で見たいと思います。ね、これ何？あ、Bリアルだね。Bリアル？撮ってみようかな、買ってね。ねねが撮ってるじゃん。外側撮って、内側撮るやつ。残り1枚だ。残り1枚？うん、よかった。オッケー、じゃあ撮っちゃえ。撮っちゃいます。これ投稿します。ポチッじゃーん。投稿できた？投稿できました。なんて書くの？勝手に撮ってまーす。勝手に撮ってまーすってお友達見たらどうなるんだろうね。すごい楽しんでるじゃん、スマホ。ずっとこの携帯がいい。もらっちゃう？もらっちゃう。見ちゃったの？見ちゃった人の LINE。 うん、こんにちは、ゆうちゃんです。じゃあゆうちゃんさ、ねねの好きピーと話したことあるの？電話で話したことある。じゃあわかるか。うん、既読にならないからさ、サクティに送ろうかな。嫌われてんじゃない、ねね既読にならないってことは。じゃあサクティに送ります。大好きー、サクティ。じゃあいきます。迷惑、マジで怒られるぞ。はい、ということで、なんかママからね、LINE が来たの。TikTok のリンク送られてきて、何と思ったのね。見ます。なんかサムネがゆうちゃんなんですよ。ギガが少なすぎて通信制限がかかってます。めちゃめちゃずっとこんな感じで、マシ、あ、来た、ねねのアカウントが。おっせ、何やってんの、めちゃめちゃプロレスしまくってんだ。なにこれ、マジで不快すぎこいつ、本当に。人のアカウントでやばいでしょ、マジでありえないんだけど。ちょっと LINE 送ります。ちょっとインスタとかやってないよね。ちょっと怖いんだけど。この子さ、
TikTok でなんかさコメントとか打ったりしたのめっちゃ怖くない？警告しておきますね。 TikTok やめてよ、勝手にあげないでって言いました。マジでさ、やり返ししてるけどさ、ゆうちゃん何もないのよ。怒られちゃってだからね、何にも仕返しできる道具がないの。で今ご飯食べて考えたいと思います。なんかねねから来ました。 TikTok やめてよ、勝手にあげないでって来ました。バレてる。でもたくさんいいね来てるよ。あくにないし、怒ってるね。どうする？怒ってる。来たらごめんねって来ました。もう何にもあげないでよ、見てください。うわ怒ってる。帰ったらやばいんじゃない？帰ったら隠れてうえとお腹すら。 TikTok の続き見ます。 TikTok ここぞとばかりに見てるね。サクティンから返事来た。なんで？こわまる。え、ゆうちゃん？はてはなんで送ったの？よかったね。帰りなさいまし。返してください。ダメです。すごいお気に入りになっちゃって、ね、何したの？なんか TikTok は見たよ。 TikTok 以外にも出してるでしょ。ね、見して。ね、もういい？交換終了。イエーイ。マジで返して。ね、本当にやだ。ね、本当に大丈夫？携帯ってさ、一番のプライベート。ヒント、 LINE。 サクテン。サクテン。返信来てる？そうだよ、大好きだよ。かわいい、ハートハートって来てる。ねえ、やめー。サクテン、ありがとう、大好き。ね、サクテンにかわいそう、失礼サクテンに。あと、ねねの好きぴ。本当に？うん、ね、やだ、見たくない。本当に送ったの？返事来たの？うん、あ、わかんない、見てない。もうわかんない。ねえ、ちょっとマジでさ、ちょっと待って、ボイスメッセージ送った？何？めっちゃ怖い。こんにちは。何やってんの？返事来てる？ゆうちゃん、びっくりマーク。困ってるじゃん。これでさ、さっきのあれうまくいかなかったらどうすんの？困ってるじゃん。気づかれて。本当に最低。あと何やったっけ？アビリアルも撮った。勝手なことマジで。ねえ、SNS とか使わないって言ったじゃん。TikTok も出してたしさ、あれ1万ぐらいいいね言ってんじゃないの？ほら、コメントいっぱい来てる。うん、来てる。しかもさ、え、ゆうちゃんだ、ゆうちゃんも TikTok あげるんだみたいな。もっとゆうちゃん出してほしいみたいな。なんかの企画だと思ってないんだ。思ってない。ゆうちゃんのストーリー珍しいとか。最悪。でも可愛く撮れてるでしょ。100万人いるんだよ私の。あ、そうか、そういえば100万人いるんだった ね。100万人もいるのにそんなふざけないでよ。これは指差してるよ。YouTube です。10万人じゃね。うん、見ちゃいました。黒歴史。黒歴史になるだろうね。この動画見てる3年後の君、ね、見せたの YouTube で。編集したやつ。ねえ、もう恥ずかしいんだけど。皆さんこんにちは、ゆみりん。ちょっと嬉しがって紹介してくれて。あのホテルの紹介も見ましたよ、ね、ああれね。どうでしたか、交換こうして。嬉しかった。対抗じゃなくない？さっきはさ、ゆうちゃんの携帯出せるものとかないからさ、カメラロールとかでしか出せないけどさ、うーちゃんはさ、ねねの携帯ゲーム一切ないっつってめちゃめちゃ怒ってたけど、うーちゃんの携帯はさ、めちゃめちゃゲームやったでしょ、うん、それはさ対等じゃないよね、そこの部分に対しては。いや、ゲームあるけどね。トニーくんのターザンとマージャンしかないよね。あるから、つむつむと。でもさ、あんたは楽しかっただろうね。 TikTok とかどうせ見てたんでしょ。ずっと見てた、マジで。うん、一日見てたよ。やば、もうここぞとばかりに。やば、ちょ、マジでさ、ゆうちゃんね、 SNS 触らせたくない。あんたね、これがね、普通のね、何にもないアカウントとかだったらいいよ。100万人見てんだからね。本当に怖い。ちょっとマジでこれ以外にやってないよね。インスタとかやってない？嘘だよ。いろんな人のいいねをしてた。ちょっとやだ、そういうのも通知行くから。なんでさ、他の子のファンの子の加工がいいねすんだよ。何やってんの？いいねと思ったからいいねしただけだと思う。絶対嘘。いいねと思ってないの？いいねと思ったからね。そうなの？じゃあいいか。じゃあかっこいい人とかはいい。そんなのさ、おさきからいいね来たんだけどとか言ってさ、その人に出されたら終わりなんだけど。その人全部ゆうちゃんの髪犯人。ごめんね。
さっき押さないからそういうの。この企画危ないわ。ちょマジやめて。これから危険すぎるわ。炎上だよ炎上。でもゆうちゃんの喜んだ顔見れたから。喜んでた？めっちゃ喜んでたよ。すっごい楽しみだ。なんでだよ。一日中握ってた。さっきはね、でも逆にスマホ普段すごいいじってたから、逆になんか自然が見れてよかったかも。ゆうちゃんのごめん制限来てたでしょ。そう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 。あんたね Wi-Fi ない場所だったらね何にも出てこないの。だからねサファリも開けないしね。Siri とかも設定されてないし、Google マップも開けないし、何調べても出てこないし、行きたいところあったのに行けなかった。それしょうがないね。交換したから。マジスマホ交換はやめよう。マジで。もしかしたらさ、映っちゃダメなものとかあるかもしれないし。スマホとかバッグとかいろいろやりたいなと思ってるので。LINE とか見せないでマジで。本当にやめて。結構画面収録してる。ねえ本当に勘弁して。マジでムカつくわ。本当にやめてマジで。こういうのはさ抜き打ちだからさ。抜き打ちスマホの中身とかより嫌だわ。言えないよいつするとか。本当に勘弁してほしい。本当に嫌だった今日。消すからね TikTok。ひど。せっかくさずっと撮り直しててさ2個も撮って。知らないよそんな事情は。で服とか着替えたりしてさ。そうそうね。まだまだ。もうやりませんこの企画2度と。あと君の BR も TikTok も LINE も全部送信取り消しします。消します全部。ねえダメ。ということでこんな感じで。この動画はいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバイ。うーちゃんねんねんのスマホめっちゃ見たよ。嬉しかったよ。